ゆるった、着付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日は帯結び解説をいきます。127番です。127番、短い帯攻略法、ママ振りあるある。それではいっちゃうよ。タレが上で一結びします。今日使っている帯はインスタグラムで使っていた帯よりもパリパリはしてないけど厚みがあります。ただ長さは同じぐらい、あんまり長くないです。まず最初に結び目をタレ元しっかり開きます。これを開くことによって戻らなく、緩みにくくするためです。そして手前3分の1折って、縦へ上前側のお背中に持っていきます。そしてそれを本目にくぐらせています。そして今度は続きで縦矢の反対側を作っていきます。その時は後ろを今度逆にしています。こうやって同じとこくぐらせてください。これで縦矢の矢ができました。次はこのタレの先でループを作っていくので、もう一本の三重仮紐をかけておいてください。タレ先に4分の1のひだを取ります。根元まできれいにひだを取ってください。こんな風になります。手前のゴム紐にくるっとします。くるっとして根元をこっちに渡してください。根元もあんまり結び目が大きいのも良くないし、ちっちゃいと通らないし、そこを調節しながらゴムに絡めて締めていってください。この先を少し斜めにしています。帯の厚みや厚い帯だとちょっとこういうところのループが大きくなったりとかしやすいですけれども、いい塩梅に調節しながらやってみてください。枕です。ちょい薄っぺちい枕をしっかり結び目の上に乗せます。枕は床に水平に引いてきて、締めたら脇まで落としてあげます。前を沈めるとお背中に枕がつくので、それを目指しましょう。そうしたら一本残っていた三重仮紐をぐんと持ってきて枕の上に置いてあげてください。結び目真ん中に引いてきて、ここも4分の1のひだを取ります。半分に折ってパタパタです。それを今下ろしてきたゴムに通して羽を作っています。で、残りで太鼓を作るように広げてください。で、帯締めをかけます。で、綺麗に整えて、帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫ですよ。しっかり締めてあげてください。小さめの帯結びですが、羽の一枚一枚を整えてあげてくださいね。ちっちゃい縦矢ですが、帯が短くても安心してご提案できますね。みんな、成人式が終わってちょっとのんびりしすぎてませんか？大丈夫？さあ、こんな簡単な帯結びだから手慣らしに使ってください。短くっても安心です。ちょっとはためになったなって思ったらグッドボタンください。ちょっと付き合おうかなって思ったらチャンネル登録です。それではみんなにダブ注入しながらバイバイ。